ございます。おはようございます。美容女子チャンネルです。改めまして初のアウェイ観戦日記水戸編です。イエイ、やったー。私なんでこんな格好してるかと言いますと、今ちょっとすっぴんなのでサングラスマスクで失礼します。現在時刻9時40分30分の遅刻です。もうまあ2、30分なら誤差ですね。誤差ですね。いつものことです。関係ない、はい。今回水戸に遠征に行くわけですが、しっかりと感染対策をして遠征楽しみたいと思います、ね、直行直帰で、はい、スタジアム直行直帰です。では下道運転頑張ります。頑張ります。はい、メイク終わりました。もう一回。はい、メイク終わりました。長すぎメイク。もう現在10時半ですね。今どこですか、大体。今はどこ、ここ。ここ何？米沢らへん。おいたま温泉玉の湯の近くです。おいたま。水戸の話でもしますか。そうだね、最後に19年だよね、水戸に行ったのは。そうだね、2019年が一番最後。その時も下道で、下道で行きました、ね、あの時は日中のゲームだったんで、デイゲームだったんで、ね、朝ぐらい早く出ましたね。もうね、夜明けぐらいの勢いで行ったね。というのもその時コロナなかったから、僕たち集まれって知ってますかね、皆さん。水戸のクラブハウスなんですけど、うんうんうん、クラブハウスを見てきたんですよ、見学してきて。そうそうそう。水戸のクラブハウスって面白くて、廃校になった学校をクラブハウスとして利用してるんですよ、うんうん、そのクラブハウスがすごい J リーグでも話題になって、一度見ておきたいなと思ったんで見に行ったんですよね。すごかったよね。すごかった。私本当学校だったもんね。うん、学校ちゃんとね、下駄箱がある入り口から入ってね。そうで、ちゃんとなんていうの、職員室じゃないけど、ちゃんとそういう教室の中身は学校のまんまなんですよ、ね、扉もそのままで。でもしっかりクラブハウスとしての役割も果たしてて、うん、グランドもね、芝のグランドあって、バーベキュー場とかもあったりして、ね、あったあった。面白いよね、学校で敷地広いからそういうのもできるんだなとか思ったりして。私ちょっと中でトイレお借りしたんですけど、マジでトイレも学校のトイレで、もう懐かしい気持ちになるようなクラブハウスでした。まあ、J リーグチェアマンなんかも見学に行ったんだよね、3日前には。そうなんだ。結構有名なクラブハウスで、これからのそのクラブハウスのモデルとして、うん、素晴らしいねっていう話で盛り上がってるクラブハウスだったね。ぜひ皆さんもね、水戸に行く機会、まあ、コロナ収まったらだと思うんですけど、そうだよね、集まれ、見学すると結構面白い発見あると思います、うんうん、何食べましょうかね。水戸のホームページではおすすめグルメが載ってたんですけど、しじみラーメン、あさりラーメンがあったんで、ね、なんか結構さっぱりね、美味しそうだなって思ったり、うん、僕はやっぱりバーガー、うん、週刊 J2 のミッシーさんが食べてたバーガーとか食べたいな。まだあるのかな。あるといいね。食べたいね。お腹減った。早いっす。早いっす。もうこれ極意ですよ。スタジアムに行くときはしっかり胃袋をね、空にしてから行きましょう。そうですね。引き続き運転頑張りましょう。もう少しで私も変わるので。ビームダウン。車酔いしてしまいました。これも遠征あるあるです。兄の運転で妹車酔いしがち。あ、でも車酔いする人大変だよね。車酔いしないからあれだけど、しかもすきっ腹だったのでね、重傷なんですけど、今サンドイッチとおにぎりを買ってきたので、しっかり食べて余裕直したいと思います。下車前とっとかんでいいの。クルクルがやってたのに。これ大丈夫、消化早いんで私は。大丈夫です。しっかり食べないとね、車酔いしちゃうので。さっきと言ってることちゃうやん。だってね、空になりますから、ちょっと待ってね。大丈夫です。食べましょう。今現在福島です。で、11時だね。ミム、飯を食らう。うそ。いるかなこれ。あ、サイズだ。は？妹に運転を変えましたが、ここで緊急事態が発生してしまいました。渋滞がやばいです。どうしよう、これじゃ間に合わないな。ああ、こんな時どうしよう、女神様がいたら。は
早く会場に着きたいか。え、めちゃめちゃ高速道路に乗りたいか。はい、乗りたいです。よかろう。出てきた。女神様、女神様ありがとうございます。ということで、じゃあ高速道路に乗ろっか。まあこういう時もありますね。ですよね、はい、高速道路に乗ります。すいません、ちょっとお金もったいないですけど高速使いますということで、高速使うことになりました。はい、高速で行きを高速で行くのは初めてだね。そうかもしれない、本当にちょっとあんだけ下道下道行ってたのに高速使っちゃってすいません。すいません。今までだったらやっぱ2時間前到着でもよかったけど、撮影とかあると3時間前にはやっぱついておきたいもんね。そうだね、今回そうだよね、アウェイで撮影初めてだから時間配分がうまくできなかった。まあ、兄が30分遅刻したというのは大きな原因ですけど、やめてくれ叩かれちゃうあとそういえばなんですけど、水戸のプレビュー動画にね、はい、僕たち大好きミッシーさんからミッシーさんコメントが来たんですよ。嬉しいです、ありがとうございます。本当にやばい、もう見た瞬間なんか5秒ぐらい世界止まりましたもん、ね、ミッシーさんって知らない方もいると思うんですけど、あのサッカーキングチャンネルっていう YouTube のチャンネルがあるんですよ。サッカーキングさんっていう、そちらの方で配信されてる方なんですけど、僕たちの憧れの人なんですけどね。そうね、コメントいただきましてね、はい、大変嬉しかったです。もうこんなに幸せでいいのかって思っちゃったよ。ミッシーさんはね、水戸には来ることができないということだったんですけど、いつかね現地でお会いできた日にはもう泣いちゃうね。泣いちゃいますね。泣いちゃうと思う。ごめんごめん、すごい嬉しい。じゃあそろそろ始めますか。行っちゃいますか。行きましょう。イエーイ。何の歌歌おうか。これ行きますか。行っちゃいますか。行きますか。ではディア女子チャンネルで青木あと。ドゥン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 。青木あたのもとに集いし友よ。おーおーおー青木あた。いやー、集ってくれますね、きっと。集おうよ、集おうよ。でもさ、アウェーだしさ、道中長いし、もう一曲行こう。まあ、動画内で流すのはもう一曲だけにしときますか。そうだね。じゃあまだ開けちゃいますか。行きますか。オープン。高速道路なんで、迷惑になりません。おー、じゃあ行きます。では、行きます。ワン、ツー、サン、はい。俺たちのクラモフスキー、クラモフスキーゴールを奪え。俺たちのクラモフスキー、クラモフスキーゴールを奪え。やだ、決まった、クラモフスキー選手のゴール。やだね監督。いや気持ちいい。もうこれはさ、勝つよね。勝つしかないっす。伝わってるきっと思いが。このまま水戸へ思いをぶつけて向かいましょう、ね、現地行けない皆さんの分もエネルギー持ってきたので、はい、一生懸命応援してきます。行きましょう。スタジアムへレッツゴー。はい、では水戸に着きました。よかった、運転お疲れ。なんかやっぱ割と長かったね。長かった。ではもう着いたから元気100% になりましたけど、兄も死んでなかった。いやもう、まずお疲れ、まずお疲れ、まずお疲れ。ではケイズ電機スタジアム向かいたいと思います。ケイズ電機スタジアム水戸着きました。関取も終わったので、これからスタグル食べていきたいと思います。 OK
はい、ではお楽しみでした。グルメです。イエーイ、すごいもう賑わってます。本日は水戸ホーリーホックホームゲームご来場いただきまして誠にありがとうございます。その今からですね、こちら水戸ホーリーホック場外イベント日、牛丼かな。牛丼いいね。なんか揚げ物も食べたいっすね。タコカラとかもあったよね。あったね。タコカラ食べますか。じゃあいっぱい、じゃあ買ってきましょう。はい、吹奏楽部みたいな方々が演奏してます。先ほどスタグルを買いに列に並んでたんですけど、そしたらなんと水戸サポの方からお土産をいただいてしまいました。本当に嬉しいです ね。まさかちょっと声かけていただけると思ってなくてすごく嬉しいです。中身がねまた水戸っぽくてすごくて、こんなのあるの知らなかったんですけど、見てこれ、ホーリーくん大好物セット、すごい、すごいかわいい。ホーリーくん干し芋とかりんと好きなんですね。え、めっちゃいいね。この帰り道、うん、帰り道、帰りの車で使われた時にいただきましょう、うん、食べたいと思います。あと他にもお菓子の詰め合わせで茨城のおー、はい、どら焼きいただきました。ありがとうございます。もう甘いもの大好きなのでこれから味わって食べたいと思います。本当に嬉しい。本当にありがとうございました。みんな泣きそうになってました。もううるうるです。とっても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。水戸ホーリーホック牛乳いただきます。すごい、これ生でちゃんと買ったの初めて、かわいい、ね、あ、ん？あ、はじめまして。あれ、あ、いやいや、こちらこそありがとうございます。え、誰と会話したんですか。あ、今牛さんがようこそ水戸へって挨拶してきたから挨拶返した。はでは、しじみラーメンいただきます。めっちゃ美味しい。下手くそ。俺いただきます。めっちゃしじみだ。めっちゃ美味しい。え、ごめん、超つまんないけどすっごい美味しい。しじみだ。おもてなしブースです。はい、氷の方入れてもよろしいですか。お願いします。ありがとうございます。すごい。どういう種類なんですか、ノンアルのものって。ゼロっていうので、もともとある100年梅酒のものからアルコールを抜いて砂糖を多めにしている感じなんで、すごい甘いです。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。初めて見ましたね、おもてなしブース、うん、伊藤さんの。いただきます。甘いって言ってた。いただきます。
美味しい。梅の香りすごくて、やっぱちょっと甘いですね。氷入ってて冷たくて美味しい。飲みやすいですね。これぜひね、運転じゃなかったらね、梅酒飲みたかった。そうだね、アルコール飲みたかったです。2人も2人で運転なんでね。そうだね、2人でね。はい、お願いします。美味しいです。おもてなしブースいいね。はじめ。勝ちました。最高でした。最高だった。よかった。ヒリヒリだった最後。ミート強え。いやもう流れが水戸に変わってきたか。もうハラハラすぎて気持ち悪くなった。いやもうゲロ吐きそうでした。吐きそうだって。危ない。ここまで出てたもん。いやーほんとヒリヒリした。藤田選手のゴールのコースね、最高でしたね。藤田選手3点目っすよ。ほんとだね。しかもね、あのビジター側のねゴールの時に決めてくれたし、うん、より目の前で見れたから最高でした。もう特に前半はね本当に水戸に押されてて、うんうんうん、ちょっとやばそうって感じてたけど、ね、あれってちょっと今回とか思ってたけど、ね、ワンチャンスをものにしたゲームでしたね。うん、うん、よかったです。来たか。やった水戸に。よかったよかった。改めて言わせてもらうけど、僕はもう水戸サポさんが大好きです。本当だね。本当にそれ今日一日感じた日でした。優しい人が多くて、いろんなね、勝ちだけじゃなくていろんな本当にいい思い出が作れました。サポーターさんの、うん、水戸サポさんのおかげで。そうだね、うん、本当にいい一日、温かさに触れられた一日でした。この後はねしっかりと帰りましょう。安全運転で、うん、あ、その前にみさんちゃんと歌っておきます。歌っちゃいますか。勝利の。そうですね。Do do 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 do. Blue is the color. Red wins the game. We all together. We win the game. Cheer us on through the sun and the rain. The Yamagata is the name. La 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 ラララララ。ドドドドドお疲れ様です。現在時刻は22時18分。ぶっ続けで運転してきましたね。そうですね、眠くなってきましたね。私アドレナリン爆発しててもうノリノリで来たんですけど、ちょっと今止まってたら少し眠くなってきましたね。まあ何も食べてないんですよ、さっきのグルメ以来、はい、なのでちょっと小腹が減ったので、先ほど水戸サポさんにいただいたおやつを食べたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、さっきのこれですね、ホーリーくん大好物セット。マジでうまそう。美味しそう。欲しいもも大好きだし、かりんとうも大好きだからめっちゃ嬉しい。欲しいも食べようかなと思います。僕かりんとうで、他にもいただいたんでね、これはお家に帰ってからいただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。どら焼きもいただいたんだよね。それ大好きだし、どら焼きも、かりんとう、欲しいも。この袋がめっちゃ可愛い。これ取っておきます。ホーリーくん可愛い。高田商店さんっていうのかな。へぇ、のカリントですね。じゃじゃん、カリントです。で、僕からいただきます。いい音。うん、どういう味。甘い。ちょうどいい。ちょうどいい甘さです。あ、甘いんだね。へぇへぇ、いいね。無添加、無添加無着色と。あ、体にいいじゃん。干し芋屋さんのカリントだって。え、マジでうまい。あ、これも高田商店だ。何のお店なんだろう。お芋を扱ってるのかな。お菓子屋さん。うん、干し芋屋さんのかりんとう。いや、ちょっとうまくてこれバクバク食っちゃうぜ。いや、私も干し芋いただきます。うん、おいしい。疲れた。干し芋大好き。疲れた体にね。自然な干し芋の甘さがマジで体に染みる。本当ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ちょっと帰りは兄と相談して高速道路で今帰ってきてるんですけど、阿武隈高原で休憩中です。ベガサポの人がね、そう、ベガサポいっぱいいますね今日。アントラーズ試合だったんで、うんうんうん、ベガルタが。お隣も多分山形サポーターさんですかね。そう、いっぱいいますね。山形サポーター、仙台サポがいっぱいいるっていう不思議な状況で、
本当に面白い。パーキングで山形サポと会うとバリテンション上がる。分かる。ユニフォームとかマスクしてると、うん、おっ山形ってなります、ね、話しかけちゃうかな話しかけない結局あ、やっぱそうだ、山形サポーターさんですね。ユニフォーム着てらっしゃる。楽しい、この時間も。アウェー遠征の醍醐味ですね、うん、なんかディズニーランドとかってやっぱ夢の国だから、すれ違う人みんなとこのわーとかって、ね、知らない人でもね、そうテンション上がって手振ったりするじゃないですか。マジで遠征の道中はそれと同じ現象が起こりますね。やっぱ仲間意識がね。そう、もう運転した時も前の車が山形ナンバーでマグネット貼ってあるとわーってなりますし会場でもね、すれ違うとうーって手振りたくなっちゃうような、マジ夢の国のようなパワーがある。じゃあいただいたもの食べて、もうちょい運転頑張りましょう、はい、本当にありがとうございます。美味しくいただきます。ありがとうございます。はい、じゃあ時刻は12時44分です。30分仮眠して、自宅の方に到着しました。皆さんはもうすっかり寝てます。じゃあこれでアウェー日記は終了です。起きてるんかい。はい、お疲れ様でした。自宅に着きました。今回の水戸線の総括一言でありますか、何か。じゃあ風情ある一言で締めますか。お願いします。ドドン、決まりました、はい、では今回の遠征の総括、風情ある一言で締めたいと思います。お願いします。熱い試合、水戸の人情、良き遠征なり。ドドン、ありがとうございました。アウェー遠征の動画初めてだったけど楽しかったね。楽しかったですね、うん、また状況を見てですけど、アウェー遠征も少しずつ行けるようになれたらいいなと思います。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけたら、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ではおやすみなさい。おやすみなさい。